ついに私は手に入れたぞ、白銀の尾。はい、こんにちは、ブルホスです。ということでね、本日もね、バイオハザード4をねやって、バイオハザード4をやっていきましょう。前回ね、この白い白銀のね、白い白銀ってなんかあれだね、頭が頭痛って言ってるのと同じか、アシュリーちゃんがなんか奪還することができました。で、皆さんお待ちかねの、今日はそれを堪能していただけたらと思うんですが、あんまりね、まあね、堪能するところは、まあ、シーンは少ないかもしれないんですけど、まあ、積極的にね、できるなら、お見せしながら行けたらなというふうに思いますです。ということで、まあなんかさ、まあちょっと愚痴、まあね、なんだろう、このゲーム実況やりながら普段から愚痴ばっかり言ってるんだけどさ、なんて言ったらいいの？まあ、僕比較的ね、まあ、陰キャなんですよ。自分で陰キャなんですよっていうやつは陰キャじゃないかもしんないけど、まあそれはいいとしてね、なんて言ったらいいんだろうな、陰キャだし、そのコミュニケーションを人と取るのがあんまり得意じゃないから、まあ、どっちかっていうとね、家族以外とね、なんかベラベラ喋るみたいなことって極力避けたいんですよ。でも、なんだろうな、どうしてコミュニケーションを取るんだったら、まあ、僕営業とかも普段やってるんでね、相手が警戒しないとか、気持ちよくなってほしいとかっていう風に、まあ、自分のその感覚っていうのは、一旦、まあ、置いてよ。まあ、我慢するってわけじゃないけど、置いといて、相手にプラスになるような状態を作るために、コミュニケーションを取るっていうことを心がけてるわけなんですよね。だから例えば、汚い顔だけど笑顔を見せるとか、あれが汚いや自分で言ったね、笑顔を見せるとか、それから優しい口調で喋るとか、それからまあ少しゆっくりめに喋ってあげるとかで、聞き取りやすいということも意識をするので、まあこの中だったら僕はあんまり考えないで喋っちゃったりしてるので、とかあーとかうーとかまあとか言ったりしてるんですけど、よくよくそういった言葉もなく流暢に喋ることを心がけるとか、だから頭の中でね、A って言わないっていうことをね、頭の中でずーっと唱えながら喋ったりはしてるんですけど、っていうような感じで、かつまあちょっとコミカルな感じで喋ったりするんですよ。でも普段の僕の素の方、これでもね、まだちょっと声のトーン1個高く喋ってる感じなんですけど、地声とかで言ったらもう本当こんな感じになるわけなんですよね。こんなトーンで喋られたら怖いじゃないですか。で、まあまあそれはいいとして、はい、お疲れ様でした。これ女性なんだっけ、確かね、少女だった。まあそれはいい。ね、だから例えば、まあちょっと前置きが長くなった。要は、接客業をする人がさ、接客態度悪かったら、もうやめろよ、仕事辞めちまえっていう、まあ体験があったっていう、そういう話なんですよね。だって普段さ、まあさ、なんか、まあ、どういうね、お客さんが来て苛立ちがあってストレスがあってとか分かんないし、そんなの全然興味もないんだけど、でもさ、少なくともさ、こっちがさ、これってどうなんですかねとかさ、なんかこう優しく、まあ優しいかどうか向こうが受け取る、あれか、まあそれもいいや、で声をかけてさ、これどうなんですかねとかね、これをまあ美味しく食べるためにはとかね、上手に着こなすためにはどうしたらいいですかねみたいな風に積極的に質問するんですよ。普通って接客業って逆じゃないですか。なんかこうやったら美味しく食べれますよとか、なんか何かお探しですかみたいなさ、求めてもないのにさ、こっちゆっくりしゃ、見つけたいのになっていう中で、なんか急に声をかけてきて、どうしようってなるパターンとか多いんですけど、逆にお客さんから店員さんに話しかけるケースってないんだから、そういう時こそ、あ、いいお客さんだなって思って、僕だったら絶対何か買ってもらおうというふうに、まあ営業の心が働くわけなんですよね。ところがすっごい塩対応されてしまったっていうことがあって、絶対この店で二度と買わんっていうふうに思ったっていうのがちょっと一個あったんですよね。そういうところでのお客さんはね、まあまあ正社員の人なのかアルバイトの人なのかよく分かんなかったけど、あ、やべ、こういう時に、相手の相手、あぶり、うん、いい、自分が打たれたことはどうでもよくぞアシュリーちゃん、
なんか弾をマトリックスばりに避けてくれたんだろうね。ということで、ちょちょ、そっから来てるの？どういうあれ？まあいいや。まあいいやってなんかあれだね、口癖になっちゃったよね。別にまあいいやって、まあ思うことないんだけど、どうでもいいやって思ったから、あ、まあいいやでしょうか。あぶれ、あぶれ。そう、なんか、すごい質問してるよね。なんか別になんか仕事に一生懸命になりなさいとか、積極的になりなさいとかっていうことは別に言わないですよ。でも与えられた任務を全うできないと仕事辞めればっていうふうに思うんですよね。その仕事がさ、僕個人は楽しいかどうかとかモチベーションが上がるかどうかとかって非常にどうでもいいと。プロフェッショナルとして仕事に携わるのであれば、その任務っていうのを全うする、任務業務っていうのを全うすることのみに、まあ、随時すべきであるから、そこで成果が残せない人間とか、成果残す気がない人間とかだったら、もともともうなんかね、失格だし、ただの給料泥棒だしっていうふうに思ったんですけどね。接客業で接客できない人ってなんでその仕事してんのって思うよね。例えばさ、営業してる人がさ、営業成績をうまく残せませんっていうのは、それ時の運とかあるわけなんですよ。さあね、どういうお客さんかっていうものによって、ね、そもそもお金がないお客さんに物を売ったってね、売れるわけじゃないかとかするんで、そういう時の運とかあるし、開発とかっていうのも、開発業とかっていうのも、その自分が手中に収められる範囲の中での開発がうまく進んでるか進んでないかとかだったら、それはもうあなたのね、あなたのなんていうの、スキル次第でしょっていうふうに突っ込めるかもしれないけど、それが例えば物が届かないからできないみたいなさ、その外部環境になってとかってなるけど、接客業に関してはさ、その、ま、特別嫌なお客さんが来ない限りにはさ、一定のサービスの質を保ってできるわけじゃないですか。それができないって何なんて思いまして、向いてる向いてないとかじゃないんですよ。やるかやらないかなんですよ。できるできない、向いてる向いてないじゃん。やるかやらないか、ただそれだけの。大丈夫、ダメージ受けすぎて攻撃の的を間違えちゃったとか、そういうオチなのかな。かわいい。Leave it to me, Leon. ことなんですよね。で、個人的には思いますよ、本当に。まあ皆さんがね、いや、僕接客業残念ながらやったことないんです。唯一接客業に近いもので言ったら、カプリ調査でアルバイトしてたんだけど、もうその時はチンチンついてるっちゅうのウェイターさん、ウェイターっていうか、まあやったことがないんで、普通にキッチンで作ってただけだったんでね、まあ、なんか厨房から、あ、こんなお客さんいるな、あんなお客さんおるなとかって、そうそう、一個わけわからなかったのが、その俺がチーズを食えねえって分かっててピザ出したのかって、注文したのお前やんけっていうのはあったけどね。でなんかその責任者出せっつって、なんか その当時店長がいなくて、派遣社員の人がね、なんか帽子取ってすいませんでしたみたいな、帰ってきてからなんか苦笑いしながら、なんでピザ頼んだんやろなっていう、もうみんな全員、そこにいた全員が同じように思う疑問をボソって言っててめっちゃおもろかったけど、俺がピザ、俺がチーズ食えないでピザ頼んだ、ピザ出してきやがったの、この野郎って、じゃあ、ピザ頼んだ、おめえじゃねえか、バーガーって。ね、ピザのない、チーズのないピザってどんなんなんだろうな。逆に気になる。ね。間違えた。あ、ちょっと待って、なんかね、今ね。これ今キーボード操作してるんですけど、なんか時々間違えてキャプスロックを押しちゃうと、WASD でその前進とかね、交代とかするんだけど、なんかちょっと今左上の方に、皆さんの画面に映ってないと思うんだけど、WWWW とか SSSSSS とかなんかめっちゃ出てきてる。こういうことが時々ね、起こったりするんでね、ちょっと鬱陶しい。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。Leave it to me, Leon. あ、直ったの。じゃあこれで通常に戻ってると思います。さてと、アシュリーで20歳だね。とか、20歳で大学生だったら、まあ、あれか、大概、免許も持ってるのかな。リビティミー、リビティミー、リオン、みたいな。
っていう behind you、 はい、まあどうでもいいかもしれないけど、なんかさ、うん、あ、ごめん、なんもないわ。なんかさ、けどなんもなかった。何のフェイント、ね、そうそう、もうすぐでね、僕ね、誕生日迎えるんですよ。ついに30歳。これを出すのが、僕が何日だろうな、7日とか、4日とか、そのくらいになるのかな。ちょっと、その手前でね、今、録画はしてるんだけど、この、あれ自体もね。いよいよ30代の大台を迎えるわけですが、アラサーですよ、アラサー、うん、アラサーから本当に味噌汁になっちゃうっていう話だけど、なんかやっぱ人生の先輩方に聞いてると、まあ、30代がそのいろいろ佳境を迎えるわけなんですよ。一生懸命頑張れば出世の道もつながっていくし、まあ、それから子育ての方も、ね、子供が幼稚園、小学校、中学校っていうふうにこうステップアップしていく時期にもなるので、まあ僕の場合は長女が28の時に生まれたから40歳までで小6からまあ11に上がるくらいの年なのかなっていうことを考えたら、まあ、確かに娘の成長っていうのはやっぱ小学校中学校って激しく変化するんでね、その肉体的にも精神的にもすごい激しく変化するから、まあまあ30代がまあ振り返ってみたら一番その起承転結的にも面白かったっていうのを聞くんでね、まあ年を取ることはあんまり個人的には好きじゃないけど、だんだん20代後半になってきてからね、今ね、これ見てる人たちが、20代前半とか10代の人とかだったら、25とか6とかになった瞬間に、社後入して30かっていうのをこう感じ取るようになったら、すごいなって、ちょっと体の重さを感じるよ、本当に。まあ、とはいえね、まあ、30代、まあ、40代とかになってきたら、またね、なんか感覚、とかちょっと待って、あ、食らっちゃった。感覚とかね、変わってくるのかもしれないけど、まあ、まだ30代だったらね、ギリギリね、肉体的には、まだピークを、まあ、35くらいまではね、持っていけるのではないかな、というふうに思って、まあ、そこはね、積極的に。普段、ね、筋トレばっかり言ってるけど、筋トレをもしながら、まあ、娘もね、一番アクティブに一緒に遊んでくれる時期だから、あとはまあ来年くらいをめどに2人目の子供も欲しいなと思うんだけど、まあ、そこに関してはさ、なんだろう、あれだよ、嫁さんのね、仕事とか子育ての都合とか、はい、身体的な部分とか、あとは精神的な部分とか、やっぱり今の一人目でもね、この1歳を、1歳も半年近く、まあ、まだ1歳3、4ヶ月かの時期で、ね、まあ、ちょっと最近ね、ちょっとすごい子供が言葉を喋らないイヤイヤ期みたいになってるから、はっきり言って喋れないイヤイヤ期みたいに入ってて、大変な状態なんで、2人目作ろうよなんて、僕からね、口が裂けてるので、欲しいっちゃ、欲しいか向こうも思ってるんだけど、まずはやっぱり、まあ、もう一人、今のね、一人目の方の様子を見ながら、向こうがそろそろどうかなって言ってくれたタイミングで、僕は、いいよっていうふうに言おうかなと思って、ね、そこはやっぱり嫁さんが一番さ、体張ってくれてさ、精神も気を使いながらっていう状態になるわけだから、もうね、やっぱ僕の都合で、作るんやろっていうことを誘えないですからね、だから世の男性もね、自分の都合で子供1人2人3人とってみてほしいなっていうのはやっぱりね、それはちょっとなっちゃうかなって思ってね。何あ、いたの、存在感がなさすぎてびっくりしたわ。はい、あー、びっくりした。ということで、もう間もなくね、最後のトラックが正面から突っ込んでくるで、後ろからの敵はもう行わないのかな。まあ1周目とか行ってる時とかさ、こう乗り込んでくる前に倒した方が弾の節約になるかなと思ったりさ、乗り込んできてから倒した方がさ、まあ、体力的に低いから、何て言ったらいいんだろう、まあアイテム回収とかね、お金稼ぎとかもね、なかなかいいのかもしれないけどね。はい、ということでね、無事に、無事じゃねえな、うん、まあたどり着くことができたんで、とりあえずサドラーにね、最後お会いしまして、サドラー様とお会いしまして。
自分でカリスマと申し上げおっしゃってらっしゃいますから、カリスマとお会いしまして、本番を、ね、終了とさせていただけたらなというふうに思います。サドラー的にはプルンプルンおっぱいなのかヒラヒラスカートなのかどっちの方がタイプなんだろうな。大統領の娘、I can feel them growing ever so strongly inside you。 どうなんだろうな、大統領そのものに寄生体を植え込んでこんな風に操作できるようにした方が良かったんじゃないかなって思ったりもするんだけどね。まあ、娘をさらうことで、そっか、寄生体になるとある程度ちょっと目がいっちゃうから、これからアシュリー目がいっちゃうじゃないですか。こうなったらあれ大統領おかしくねってなるのを、まあ、避けるためになのかな。まあ、単純にあれか、そっか、バイオ4の絵面的にあれだね、そりゃそうだわ。あの大統領を後ろに連れてさ、あのキウイとかさ、カモンウェイ言えないもんね。そりゃそうだってなったな。さてさて、まあいい感じでね、プルンプルンしているところで皆さん、あの凝視いただきましょうか。あれが H カップでございます。本当は何カップか知らないけど、はい、ということでね、本日もね、最後まで動画ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタンとね、グッドボタンを押していただけると励みになりますんで、よろしくお願いいたします。ということで、本日も以上でございます。お疲れ様でした。さよなら、バイチャ。